皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の理科、肺による呼吸について、説明していきます。はい、ここに私たち2つありますよね。この肺は膨らんで空気を取り入れて、縮んで空気を押し出しています。この働きのことを呼吸運動、このように言います。呼吸運動と言います。呼吸運動、このように言います。でも肺には筋肉がないので、自分自身で膨らんだり縮んだり、これはできないんですね。ではこの膨らんだり縮んだりどうしてなっているのかというのを次に説明します。この肺の位置、これは肋骨と肋骨の間にある筋肉と横隔膜、ね、これで囲まれた部分にあって、この部分のことを胸廓、このように言います。この胸廓の中に肺はあるんですね。そして横隔膜、ね、横隔膜、この横隔膜というのはテストに出やすいので、皆さんここで覚えておいてくださいね。この横隔膜がこれ下がると、この胸廓が広がって空気が外から入ってきます。逆に横隔膜が上がると肺から空気が出ていくと、ね、横隔膜の働きによって肺が膨らんだり縮んだりしている、そういうことなんですね。で、吸い込まれた空気、これは気管を通って肺に入っていくんですけれど、肺は小さく枝分かれした気管支、ね、気管から枝分かれした気管支という部分と、その先にあるこの肺胞、という小さな袋がブドウ状に集まったものでできていて、この肺胞、この周りを毛細血管が網の目のように取り囲んでいます、ね、毛細血管ですね。この図でいうと、まず気管支からこの小さい粒の袋、肺胞に空気が入りますね。で、この青い部分はこれ肺胞です。で、実際どのくらい小さいかというと、この一つの袋、直径が 0.1 から 0.2 ミリくらいの大きさで、人の体の中にはこの肺胞がおよそ3億から5億個あるそうです、ね、で、この肺胞を包んでいるこの赤い線、これが毛細血管になります。この肺胞と毛細血管の間には薄い膜があって、その膜を通して、気体が交換されるわけですね。で、気体、ここで酸素と二酸化炭素ですね。この交換は濃度の、この高い方からこれ低い方に自然に移る仕組みが人間の体できているんですね。
そして肺胞は血液から血液の中、心臓から送られてきた血液の中には二酸化炭素がいっぱい入ってますね。この濃度の高い方、二酸化炭素が血液から二酸化炭素を取り込んで、今度は血管に酸素、これを送り出しているということです。ちなみに人の呼吸は1分間に12から20回程度だそうです。これ15回を基準にすると1時間に900回、1日には21,600回も呼吸をしていることになります。今回は肺による呼吸について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。